失礼ですけど、アメリカの場合、州制憲法の中で自分の身を 武器でもって守っていいと認められてる。だから武器の携帯が認められてる。自動小銃クラスのものがいくらでも売ってて、いくらでも買えるんです。で、僕はね、ワシントン DC でタクシーに乗って、